昨日木村健三さんってね、県会議員なんだけども、まあ、すごい懇意してて、でたまたまうちのねホテルのさオープンセレモニーの時に、でうちのお客さんと地元の人っていうところで、募集かけてて、でその時にねわざわざ来てくれてね、でそれからのつながりでずっと今お付き合いさせてもらってるね。で今度ね、4月の17日にさ当社の方で企画してるその三浦市ね、まあ一応もう僕も去年ね住民票移してるし、まあ、市民であるし当然もともと神奈川県民であるしっていうことで、でじゃあ僕たちがやろうとしてることとさ行政がねやることっていうのが一致してないとさ不具合出ちゃうよね。だからじゃあそこで少しすり合わせしながらさやっていきましょうっていうことを今やっていて、で4月の17日に一応三浦市長のね、吉田秀夫さんと、今回の神奈川県会議員の木村健三さんと、県政市政と当社の考える要するに三浦下町三浦岬下町城ヶ島プロジェクト活性化プロジェクトと。ねいうことでスタートさせることになってるわけじゃん。で昨日ね来て小泉進次郎来たんだよ、でね毎回来るんだけど忙しいからねちらっと顔出してちょっと喋って帰るんだけど、まあ、だんだんなんとなくねこう県会議員じゃなかった、国会議員にねなってて、でよくよく考えたらさ小泉ね11条もうち、横須賀三浦のさエリアなんだよね、選挙区なんだよ。だからねある意味ではね今回ね小泉進次郎が国会議員で、それで、一応神奈川県の松田重文さんね昨日松田さんも来たんだ。で松田重文さんねで、県会議員の木村健三さんで三浦市長の吉田秀夫さん、で、ということであとうちじゃんよさね。吉田秀夫さんはさ今ね副市長の、杉山さんとかさ懇意させていただいて今いろんなことでさ協力してるじゃん、ね、それでわざわざさねさその副市長とかさ市長がさお世話になってますって挨拶来るんだよ今いろんな土地のこといじってるからね。で県会議員のさ木村健三さんもさで今うちの方でやってるプロジェクトすごい理解してくれてて、で、いろんなことでさうちも協力求められてるし向こうもね協力求めてくれてるわけじゃん。すごいいい関係だね。でさ前ね僕横浜市長のね中田さんとはさね懇意にさせていただいて、第2戦目ねの時にうちの社員みんなでさね打ち上げやったじゃん。で当時参加してるよね。ね市長をさね拉致してさねうちの社員だけでね飲み会で大騒ぎしてさ、でね選挙活動のまあなんていうかなご苦労参加みたいなさ、ね、やらさせてもらったりとかしてて、でその中でさ、まあ、市長と話をしていろんなね要するにことでさ僕たちもボランティアで協力させてもらってやれることはやらさせてもらって、で、ね、こちらの方も例えばマリンタワーのね件だとかをさね、マリンタワーをほら売られちゃい、ね、横浜市民としてさ、ね、困っちゃうからさっていうことで、でそれは一応ね売らない方向に議会通してさうちがプランニングしてなんだかんだいろいろさせてもらったわけじゃん。でさ今回ね横浜市とさ、ね三浦市考えたら規模がさダントツにちっちゃいわけだよね。それで、面積は広いんだけどさ居住してるエリアってさね、あんだけでかい三浦市の中で 25% しかないんだよね。だからすごい集中して人が住んでるからすごくコンパクトにまとまってるんだよ。で政治の方もすごいコンパクトにまとまってて市会議員はいっぱいいるけどもね例えば県会議員と三浦市長と、ね松田さん 県知事とさ、ね、あと国会議員の小泉さんストレートなんだよ話通りやすいじゃん。それで、昨日ねいろいろ話聞いて僕はね思ったのは、ね、要するに今までのさ政治のやり方ってね要するに予算付けをさお願いするわけだよ。ね、例えばここをこうしてください、例えば道路だってそうだねこの道路をもっとねちゃんとしてくださいって言うとそれについてはさお金がかかることじゃん。でこの予算を国が出すのか県が出すのか、ね、市が出すのかで助成制度があるよね。でこの助成制度のお金を引っ張ってくるのが政治家の仕事だったのね。で、確かにそれね、インフラの整える仕事としては当たり前だけども、要するに必要なんですよ。でこの当たり前だけど必要なんだけど、ね、例えばさ、今みたいに財政がね、要するに緊迫していてどうしようもない、例えば今ね、民主党がやってる、子育てのさ、ね、子ども手当、ね、あれ結局さ、ね、マニフェストではね、国が全額出すことになってるんですよ。だからね、1日2日でバンバンって決めたわけじゃん。マニフェストにそう書いてあるのよ。ところが出したら金がない、ね、で出したら金がないから、ね、神奈川県は180億負担しろっていうことに急になっちゃってるってことだな。でこれってね、悪質だと思うんだよね。なんでかっていうと、ね、これはやります、あれやりますってマニフェストに書いてるんだけど、要するにさ、書いたことを実行できないんだよ。で全部保護にして、かつね、じゃあこれはやりますとお金はまいた、でもお金がないから他にね、要するに、神奈川県とか地方自治体にお金出せって話になってるわけだ。すごいこれ大きな問題だと思うね。それ政治家じゃないよねってこと。だからある意味では要するに今の民主党の政治っていうのはさ、要するにさ、見せかけだけのものに なりつつあるよねってことになっちゃう。で実際じゃあ僕たちね、今どういう関わりをするかっていうと、地域社会にさ、我々ね、要するに金くれって言ってるわけじゃないわけ、ね、要するにお金出してくださいって言ってないんだよ、ね、僕たちがやることに協力してくださいって言ってるわけだ、ね、僕たちがやること何かって言ったら、ね、要するに地域活性を僕たちがやりますよっていうこと。でそれは不動産を通じて、例えば衰退した商店街を僕たちが活性化しますよと、ね、で買える環境はあるわけだな、不動産業だから。買ってそれをインフラ整えた時に、じゃあどういう形でどういう店を持ってきた時に、じゃあ行政としてね、ある程度ここの部分を変えてくださいとか、例えばある意味ではね、そのエリアだけね、要するに特区にしてもらっちゃったもいいわけだよね。あと今僕たちがやってる、じゃあホテルの前のさ、ね、要するに、公園があるよね。ここ不法地帯だったんだよ。で僕たちが店出す前にね、要するにうちのホテルをやる前に白州記念碑っていうのがあって、白州記念館があって、でゴミの山だ、ね、うちがホテルを買った時はゴミの山ですよ。で今みんな、ね、見て分かる通りきれいになってるでしょ、ね、あれなんでかって言ったら、ね、ゴミをさ片付けてくださいと県に言ったらお金がないんだ。じゃあうちで片付けるのはやらせてもらっていいですか、ね、あ結構ですよ。でうち4トン車4台分全部ゴミ捨てた。でその後ね、不法投棄してたジェットの連中全部お前らね、ここジェット乗っちゃダメだからで、ね、出入り禁止ですよ。でもしやるんだったらゴミ片付けてけ、ねね、見てる前だから、ね、いつも注意してた、ね、それゴミ置いてったらダメよと、ね、それ誰か片付けないと片付けてください、ね、って言うじゃん。しょうがないからみんな片付けるよね。だからゴミたまんないじゃん。一回汚くなったらみんな捨ててくんだよ。でも全部きれいにしたら誰も捨ててかないじゃん。今すごい綺麗な環境になってるけどまだまだ足りない。じゃあここの部分さ、うちが管理しますよって言ってるわけ今、ね、だって俺うちが管理してんだもん現実問題として。だからうちが管理しますと、ね、いう形でいいんじゃないですかってことだ、ね、白州記念館も今観光協会が、ね、要するに、お金がない中ね、要するに、管理してるからずさんじゃん。あれうちがやってみな、民間としてちゃんとお金が取れるような形の博物館、中にいろんな要するに財産が残ってるんですよ。で財産をね、要するに活用するのか、まま放置するのかってなった時に我々民間が活用しますよってことで、当然経済活動しますよ。でそこを使って、ね、要するにうちはお客さんを増やしますよ、ね、来場客数も増やしますよ、観光地としての価値を上げますよ。でそれはさ、別にお金は県にもお願いしないし市にもお願いしない、うちが管理しますってこと。 PM の仕事ってそうじゃん、ね、要するに今のうちの PM のね、仕事してるわかるけれども、うちが管理してるとこ綺麗でしょ、隣が管理してるとこ汚いでしょ、同じ経済活動やっててどっちに収益が上がるか、ね、これが PM の仕事なんですよ。でうちは今これから公園のね管理もしするとすると、新たなね、これプロパティマネジメントだ、ね、賃貸住宅だけがプロパティじゃないんだよ、不動産じゃないの、ね、要するに、ね、公園だって不動産だ、道路だって不動産、ね、工場も不動産だし倉庫も不動産だから、その不動産の活用法を我々がさ、ね、息を入れることで活性化するっていうね、事業が、ね、できるっていうことでは行政も一体になってやりましょうよ、ね、要するに縦割り社会ってのはもう捨てましょうってこと、ね、要するに、ね、みんなでいいようにすればいいじゃんってこと、にもかかわらず、なんだかまだまださ、ね、要するに仕分けがね、昔作っちゃった、ね、要するに構造ね、公務員をいっぱい雇えるように作っちゃった構造を、ね、要するに、今から崩壊できないんだよね。直すことできない。だからね、縦割り社会なんだけど、そこは一回捨てましょうってこと、ね、要するに公務員排除するんじゃないよ、ね、そこの行政の仕組みを一回排除しましょうってことをやってったら、もっともっと日本の会社も日本のね、不動産も活性化できると思ってるんだ。だから今回はもう一回ちょっとね、このストレートのラインでさ、楽なんだよ、話がチャチャチャっていくから。今までみたいにね、横浜市みたいにね、これ言った2ヶ月経っても動かない、ね、それじゃダメだよ、ね、パッていったらパッと動く、ね、それ三浦市で面白い形になんとなくなりそうだから、まあ、ここをね活用しながら、ちょっとね我々がさ、行政に対して何ができるかってことをちょっと研究開始したいなと思ってるね。まあ、そんなことを考えて昨日ね騒いでますんで、また4月17日で、ね、うちの社員の方も参加してもらいたいと思うね。お願いします。以上。